牧道、上坂石化昭和17年1月4日は、近現代の日本の画家であり、図案家。京都に暮らし、明治から昭和にかけての時期に、絵画と工芸の分野で多岐にわたる活動をした。本名は吉高。京都御所敬語の母子、上坂吉重の長男として、幕末の京都、波田口に生まれる。1881年、16歳で史上派の日本画家。 鈴木玉彦に指示して、絵画を学び、装飾芸術への関心を高めた後の1890年には、図案家、騎士工芸に指示して、工芸衣装図案を学び、騎士が系統していたリンパに惹かれるようになった。1901年には、イギリスで開催されたグラスゴー国際博覧会の視察を目的とし、世界各地の図案の調査を兼ねてと、当時のヨーロッパではジャポニムが流行し、 日本美術の影響を受けた、アール・ヌーボーが花開いていた。上坂もそこで、日本の優れた装飾芸術を再認識したという。リンパに傾倒し、リンパの俵や創達らが使った絵の具の滲みを利用する画法、垂らし込みのほか、デフォルメ、クローズアップ、トリミングを用いた大胆な構図、など、リンパの影響を受けながらも、モダンで明快な作風である。 1913年には騎士後継と共に、林パの本阿弥光悦を検証する光悦会発起人となった。自身が主催する勝見会を1919 19年にかとび村に解消したのは光悦が京都の高根に開いた光悦村に習ったという見解もある。染色や陶芸、漆芸など暮らしを装う工芸品の図案も積極的に行った。 牧江氏の上坂祐吉は、石火の実定で、石火が図案した作品も多い。日本画家の上坂翔藤も弟。1942年1月4日、77歳で死去した。2年後の1944年には、長男の吉明により、遺作展が開かれた。2001年、ファッションブランドのエルメスが発行する雑誌、エルイーモンド・ディ・ハーミスの表紙を飾った。 四草花図屏風、とどよぐさより、ありがとうございます。